では時間になりましたので、えー、始めたいと思います。はい、えー、今回はですね、えー、予備試験の、えー、論文式試験の知的財産法というところでお間違いないですね。はい。えー、これからちょっと解説講義を担当させていただきます、えー、弁護士の高谷と申します。よろしくお願いします。で私の方がですねこのレックで、えー、まあ、予備試験と司法試験の、えー、知的財産法 選択科目総整理講座、知的財産法を担当しております。司、ま、法、あ、試験進まれる方も、ですねまあ、今一度、もう一度、ですね知的財産法を勉強されたいという方は、そちらもご検討いただけますと非常に幸いでございます。はいでは、30分間でですね今回、こちらの予備試験、知的財産法というところで解説をしてまいりたいと思います。はいまずですねこちら まあ本年がですね、知的財産法というか予備試験で選択科目が問われるのは本年が初めてというところでまあ私もですねどういうまあ出題形式が出るのかなというところは正直、興味があったところではございます、はい、なぜかというとですねまあ地域財産法というのは特許法と著作権法、本試験司法試験の本試験では2科目問われるわけですよね。 1>, まあ1問目が特許法で2問目がまあ著作権法というのがもうずっと平成18年から続いておりますで予備試験は1問しか問われないのでどういった出題になるのかなというのはまあ講師としてはちょっと興味があったところではあるんですが、まあ、皆さんご存知の通りですね今回は著作権法、まあ、ちょっと、ね、特許法も一部問われてはいるんですけど、えー、ベースとしてはと、えー、著作権法ということでした。で、えー、ですので、えー まあ今後、ですね、まあ、私の予想としては特許法か著作権法1問ずつ、多分ん来年特許法なんじゃないかとは思うんですけどね、えー、まあ著作権法か特許法かっていうのを1問ずつ問われるんじゃないかと思います。はいまあ、2問出せないんでね、司、は、法、いまあ、試験は2問出ますんで、特許法と著作権法どちらも準備していただく必要はあるんですけども、えー、まあ予備試験はですね、まあ、どちらか、まあ、どっちもやらないとね、あの 来年も著作権出るかもしれないんでそこはちゃんとやらないといけないと思うんですけどね、はいまあ、そういった出題形式になっていくと思います、はい、で、えーまあ、レベル感ですけれども、えーまあ、正直ですね、えーまあ、私がこれ、まあ、見たところですねそんなに難しくはないですねあの、まあ、予備試験なんで、まあ、このレベルでいいかなとは私は思ってます司法、まあ、試験はもうちょっと難しいところはありますけども、まあ、予備試験のこの最初の 著作権法のこのレベル感としてはまあ難しくないかなっていうのが、まあ印象ではあります。ただ、まあ非常に基本的であの差はつく問題だと思いますね。はい。えー、まあロースクール行ってる方であれば判例まあ。これ判例ベースなんですけれども、あの必ず扱っているところではあるので、まやはりロースクール卒業レベルの試験を問あ、あの知識を問うというのがまあ予備試験のえ趣旨ですので。 まあ、その趣旨に沿ったちゃんとしたまあ基本的でいい問題だなと思います、まあ、難しすぎずちゃんとレベル勉強した人は取れるし勉強してない人は取れないという、まあ、そういう非常にいい問題だったと思います、はいでえー、著作権法がまあベースではあるんですけども、まあ、第4問というところでこれ特許法の論点が問われております著作権法ではなくてまあ特許法の判例百選に載ってるような論点が問われておりまして このようなハイブリッド形式がちょっと出るんじゃないかとは思ってますね。やっぱりあの特許法、著作権法どっちかしか出ないっていうことになるので予備試験の方はですね。だから著作権の中で特許法の論点が聞かれたり、えーま、特許法の中で著作権的な論点が聞かれてちょっと難しいかもしれないですけど、まあ、そういう話も今後出てくるんじゃないかとは思ってます。えー、このの初年度は、えー、説問を読んで特許法のこの まあ独占的通常実施権者の差し止め請求権という、ねあのまあ、特許法の論点なんですけれども、これが問われてますので、えー、まあこのような感じで多分問われるんじゃないかなと、できる限り特許法も聞くみたいな、ね、ところが多分出るような気はしますけれどもね、はいえー、まあ初年度の印象として、まず全体的な印象としては、えー、まあそんな感じですね。えー、まあですので、まあ、そこまで難しくないので、まああの多分試験員も。 えー、分かっていると思いますもうね、やっぱり県民系、まあ、あ,あと行政法までありますからね、ね7科目やって、まあ、あの予備試験、受験生、大変ですよね。えー、ですので、必須科目でも、まあ、アップアップというところは、あの多分試験委員も分かってると思いますので、えーまあ、こういったところのレベル感で、今後も続くんじゃないかなとは思います。はいまあ、ですので、えーまあ、勉強の方向性としては、ですねこれ、判例100選潰しておけば、もうこれは確実に、 あのまあ、あの大丈夫だと思います。はい、判例百選の判例ベースに今後も出ていくだろうというところは思っております。ただ、特許法と地域政策法のほね特許法と著作権法2つあるんで結構まあボリューム感はあるんですが、まあ、出るところというのはなんか決まっているとは思うのであのまあ私が選択科目総整理講座でやっているところを中心にやっていただければなと思ってはおります。はい まあ労働法とかに比べても、ね、あのそんなに判例としては、まあ、同じぐらいだと思います。労働法もとかもあの判例はかなり多いので、はいまあ、それと比べれば2冊あったとしても、まあ、普通、まあ、同じぐらいかなというところはありますね。はいまあ、ですのでそんなに特段知的財産法が2科目あるからあのちょっとね重いとかということではないとは思います。はいまあ、あの答案としてはかなり書きやすすい部類のの科目ですので これはですね、非常に選択していただいていい科目かなと思っております。はいまあ、そんなところですね、まず全体のレベル感とか、今後の対策的なところは、そんな印象を持っております。はい、では、司法試験に進まれたら、もう東京都ね、著作権法やらないといけないんで、それはもうやっていただく必要はあるんですけどね。はい、で,では、早速ですね、30分間ですので。 えー、5時までですね、今回の問題をやっていきたいと思います。はい、えー、今回はですね、えーまあ、データベースの著作物性っていうところから始まりまして、えーまあ特許、最後はちょっと特許法の論点チックなところですね、これが聞かれているという感じになります。で、まあ、問題文の事実としては、そんなに長くはないですかね。はいでまあ、ほととんどやっぱりりねこの問題文の事実をかなり使うというい、えー 問題になっておりますえですので、まああの、論点としてはそんな難しくないんですけども、事実を結構拾わないと点数はつかないかなという印象ではあります。はい、えではですね、こちらも読まれていると、解、まあ、かれているという前提でちょっと進めさせていただきます、はいえ。で、これね、ベースとなっているのはもう皆さんご存知だと思うんですけども、えー、っとこの100選、最新の100選ですね。 えー、この100選の第6版ですね、最新の、これの15事件です、えー、データベースの著作物性っていうね、まあ、そのまんまの,あの判例があります、はいえー、これをよ読んでいれば、もう絶対に、まあ、解けるような問題ではありますね。はいえー、ただ、まあ、典型的な論点ではあるんですけども、データベースの著作物性って結構、ねあのまあ、手薄になりがちなところであるんですよ。まあ、普通の他の他 例えば言語の著作物とか音楽の著作物、美術の著作物とか、ねまあ、あると思うんですけれども、それと比べるとちょっと受験生的には、えー、まあ手薄になりがちかなというところがあって、そこをちょっと狙ってきたかなという印象はありますね。はいで、設、えー、問4はこちらですね、まあ、最新版の102事件の独占的通常時試験者による差し止め請求というところですね、まあ、こちら特許法の話なんですけれども、まあ、こちらが、えー、まあハイブリッド形式で問われているという感じですね。はい なので、まあ、判例100選をだけもやっとけばいいと思います、予備試験対策としては。はい、これを潰すというところが、えーまあ、市場命題かなと思いますね、えー。今後も判例ベース、100選ベースの問題が問われるでしょうと、私は思っております、はいでまあ、こちらの,その翼データベース事件ですかね、まあ、そのデータベース事件がまあ元になっていることはもう明らかかなと思いますね。はい で,えー、では早速、ですね説問に入ってまいりたいと思います。はいで、まあ、説問としては4つありまして、まず、説問1ですね。えー、これがですね X, は X データベースはほにゃららほにゃららと主張していると、で、えー、X の上記主張の妥当性について論ぜよというところですね。はいまあ、非常にあの説問の問い方として丁寧だなとは思いました、私はですね。はい あのまあ、著作物性を有するって書いてくれてるのであこれ著作物性の,あの普通に論じればいいだけなんだなっていうのは分かると思います、はいまあ、つまりその著作権を侵害するかみたいな話ではないということですねそうすると著作物性があって著作者が誰で著作権者が誰で、えーまあ、制限規定があってとかね、まあ、そういうのを考えないといけないんですけども著作物性しかもうここは論点じゃないですよっていうのを言ってくれてるんで、まあ、予備試験としては 多分今後もこういう丁寧な説問の問われ方がするのかなとは思いますね。はい、でこれはまあ著作物性だけ論じればいいんですけども、はいでまあ、X がですね、すごいいろいろ言ってるわけですね。建売り住宅についてこれまで存在していなかったもの、ほやほやと。これをすべてまああの論じていかないといけないかなと思います。はい、ですので論点としてはまあ簡単というか、まあ、あのそんな難しくはないんですがこれを全部事実関係として評価していかないといけないというところで まあちょっとそこで差が出るかなと思いますね。はい、で、質問1の,まああの解説、まあ、事案の概要としては、もうすごく簡単なんで、あの単に X データベースを Y データベースがあって、Y データベースがこの X データベースのある部分、全部ではないんですが、まあ、主要な部分を複製しているという事案ですね。はい でこれの書き方としてはもう著作物性なんですけども、まあ、まずはやっぱり条文から始めるっていうところがいいかと思いますね。はいえー、データベースの著作物というところの、まあえー、条文ですね。はい、12条の2第1項ですね。えー、こちらを挙げていただいて、もちろん2条の,あの著作物性の、えー、あれも挙げていただいて構いません。はい、2条と12条の2第1項。はい でえー、ここで、やっぱりね、あのーまあ、これ、あんまり論点っていうか、条文そのものだと思うんですけどね、えー、情報の選択、または体系的な構成によって創作性を有すれば著作物性があるよと言ってるわけなんで、えー、これ、情報の選択、または体系的な構成ですから、どっちも当てはめればいいっていうだけですね。はい、で、えー、じゃあ、情報の選択と体系的な構成。 の両面から創作性が認められるかを論じればいいというところになります。でこちらはもう事実を多分上挙げてそこに点数が振られていると思いますね。で、大きく分けて問題文の事実関係からですね大体論じることが分かってくるとは思うんですが大きく分けてまず建売り情報建売り住宅情報の選択についてこれを一つ論じると。 であとはもう1つ、データ項目の選択および構成ですね、要するに体系的な構成、はいえー、こちらを論じるというところですね、えー。この2つを論じるかなと思いますね。はい、でさらにこのデータ項目の方は、住みやすさというところが事実関係でかなりなんか書かれてるんですよね、詳細に。なので、おそらく多分ここの住みやすさというところは、もう少し書いてほしいということなんだと思います。 このうち住みやすさという項目があって、こういう事実関係が挙げられてますよね。ということは、ここをもう少し書いてほしいということなんだと思いますね。はいでまあ、大きく分けて柱としては2つですね。まずは情報の、この建売り住宅情報の選択というところになります。はい、これがです、ねあのまあ、事実関係から、ここを論じてほしいんだなということが分かりますね。はい X の多くの従業員が関与し多大な労ーを重ねて建て売り住宅の情報を収集し社運をかけて制作したというふうになってますね。はい、で、まあ、ここで全ての2階建ての建て売り住宅約3万件が選択されというふうに、まあ、事実関係ではなっております。ですのでここをちょっと使っていけばいいんじゃないかなと思いますね。はい、で、ここでまあ規範として建てるということにな,ればなるとするとまあこんな感じかなと思いますね。 はい、情報の収集に多大な労力や費用が費やされていたとしても、それが網羅的である場合には、これは選択に創作性があるわけではないと、まあ解するみたいな規範を立てればいいのかなと思いますね、はい、まあつまり、何を言いたいかというと、まあ、その多大な情報の収集にすごく労力がかけられていたとしても、それが単に網羅的に集めたというだけであれば、それは選択に何か創作性があるわけではないですね。 まあガバッとすべて集めただけだから、何も考えてないわけですよ。要するに、汗水垂らしましたよっていうだけですよね。はいえー、それは著作物ではないと言われています。汗水を垂らしただけだと、著作物ではないよというふうにまあ言われてますね、この判例では。はい、でなので、網羅的である場合っていうところが重要だと思いますね。これをこう選択、情報の選択に創作性がないとメなんで、ガバッと全部集めただけだと、何も考えてないですね。まあ、あの まあ悪い言い方をすると何も考えてないということなんで単に汗水垂らして集めただけですよっていうだけですから、えー、これはまあ創作性がないかなっていうところですねであとは事実を当てはめていけばいいかなと思いますでこれはまあ X データベースっていうのは、えー、まあ開発費用として3億円とか2年間かけてますけども、えー、まあその事実自体からは著作物で認めるのはちょっと困難だと思いますね、えー、これはまあ汗水垂らしたっていうだけですね、まあ、お金かけて汗水垂らしたっていうだけです であともう一つとして、X データベースというのは、ここがやっぱり重要な事実だと思いますね。人気エリアである A 県内に実在するすべての2階建ての建売り住宅、約3万件が選択されという事実がありますね。そうすると、単にすべて集めただけですよね。だからそこに情報の選択に何か、えー、まあ創作性があるとは言えないとは思いますね。網羅的な収集に過ぎませんから、すべてとていうことは。はいえー、ですので、これは、 ここで創作性があるっていうのはちょっと難しいかなと思います。はいえー、次ですね。次はまあデータ項目の選択及び構成ですね。はいえー、こちらのまあ体系的な構成についての創作性ですよね。えー、こちらもちょっと見ていきましょう。はいえーまあ、問題文ではですね、データ項目として、販売開始年月日、坪、えー、単価、床面積、間取り、販売状況、住みやすさっていうのがあるんですけども、まあ、住みやすさについては、 まあ他に事実が挙げられてますんでちょっとそれを別にしましたあの、まあ、必ずしもこ,うこれが正しいとは限らないんですがあの、まあ、住みやすさだけが事実関係が多く挙げられてましたんでちょっと分けてみました私の答案ではですね、はいでまあ、住みやすさ以外のこのデータ項目についてはですねあの、まあ、これはまあ当然建、まあ、売り住宅であれば当然坪単価とかその販売開始年月日とか床面積とかっていうのはまあ 客観的な事実ですので、これをなんか選択するというのが、えー、そんなに創作性はないと思うんですよね。当然、まあ、図面等によって表されているわけですから、それを単にその選択するということが、何か創作性があるかというと、ないとは思います。はい、なので、この住みやすさ以外のデータ項目はなかなか難しいかなと思いますね。はい、であとは、各項目がその順序で、 端末の画面上に表示されるって、まあ、事実に書いてあるんですけれども、これは各項目はその順序で表示されるだけですから、これもやっぱり、創作性ないかなと思いますね。はい、何か工夫があってね、こう順序が変わるとかだったら、創作性認めてもいいかもしれないですけれども、まあ、ここもちょっと認められないかなと思いますね。はい で次が住みやすさの方なんですが、こちらは、えー、ちょっと評価分かれる可能性がありますね。ここで創作性を認めてもいいとは思います。はい、なので、著作物性認められるという結論になったとしても間違いではないと思いますし、そこはちゃんと説得的に論じてられていれば、えー、丸はつくと思いますね。はいでまあ、ここは私としてはですね、住みやすさというところが、あのーまあ、これ、まあ、上野先生はね、あのー これ自体を素材、情報と捉えてその選択の創作性を判断しうるかという観点から検討の余地はあるというふうに、ねまあ、言ってはいるんですけども、えー、なのでどっちでもいいとは思いますけどねそこをあの創作性あるとしてもいいとは思います、えー、ただまあデータベース全体を検討の対象とすべきであるという方が通説であるので、まあ、ここだけ取ってねちょっと創作性あるというのはなかなか厳しいかなとはちょっと思っておりますでまあ事実をまあ拾って評価することが重要ですので えまあそこを説得的に書いてあればまあ点数は何かつくかなと思いますね、はい。で、この住みやすさっていうのは、このベテラン従業員がセンスと感覚によって、5段階にランク付けしたって書いてありますけどね、えー、ただ、住みやすさをランク付けするっていうのは、一般的にまあよくありますよね、えー、なので、私はありふれたものとして、これは創作性、ここで認められるっていうのは、なかなかないんじゃないかなとは思いました。で、はいえー、ですので説明1としては えこれ創作性認められないので著作物性を有するというのはまあ妥当ではないというまあ結論にしました、はい、まあ締めとしては妥当性について論じようだから妥当ではない妥当であるとか、ねまあ、そういうふうに言っていただければいいと思います、はいまあ、ポイントとしてはやはり事実関係拾うということですねあまりその論書を書くとかっていうよりは事実をちゃんと評価していく、えー、そこで点数が振られていると思います はい、情報の選択と体系的な構成というところを2つ挙げて、はい、事実を拾って評価していくっていう、まあ、だけというかね、まあ、そこで点数がやっぱり違うかなと思いますね。はい、で、質問2ですね、えー、すみません、ご,ご職で説問さんになってますけど、説問2ですね、はいえー、これ解説のところですね、こちらは問題文でいくと、えー、仮に X データベースの著作物性があって、著作権を有する、はい、だから説問1は、まあ、有する、有しない、どちらにしてもいいんですが、これは、あの それぞれぞ独立したものですからねですので、設問2ではもう著作物性を有するとしてくださいとで。これが制作する行為は著作権を侵害するものであると言えるかというところなんですけれども、はい、これはです、ね、あの百015事件にも解説にもあるんですけれども、個別の情報のみの複製や体系的構成のみの複製のように、著作物としての価値を持ちうる形でない複製はデータベースの複製には該当しないと解するというのがまあ基本、規範的なところでありますね。 つまり個別の情報、そのデータベースに入っている情報だけを複製する、データだけを取ってくるという、これは複製ではないよ、複製検診外ではないよということですね。あとは体系的構成のみですね、だからデータ中に入っているデータは取らないんだけど、体系的構成だけを取る、複製する、これもデータベースとしての価値を持ちえない形での複製ですから、該当しないというふうに言われております。 でこれを使うと、ですね、まあ、問題文の事実を使うと、これは結構バシッと当てはまってくるとは思うんですけども、まあ、2つですね、Y データベースというのは、X データベースの建て売り住宅約3万件のデータから、販売開始年月日の新しい順に取り出した1万件分の建て売り住宅のデータが格納されてますね。だから、データベースは個別のそのデータをまあ複製してますね、1万件を複製してます。はい でもう一つ、ですねデータ項目およびその画,面上表示画面表示上の順序、こちらも X データベースにおけるそれと完全に一致していたという事実があります。ですので、これ体系的構成の方も複製してますね。まあ、そうすると、2つ、これ、どっちかのみではないですから、どっちも複製してますので、これは著作物としての価値を持ちうるような形での複製ですから、まあ、あの複製権侵害ということになりますね。 はい、著作権侵害って書いても別にいいと思いますけども、はい、ですので、説問には、えー、著作権を侵害するものであると言えるかですから、えーまあ、あると言えるということですね、はいえーこ,れはまあ、これも事実関係を挙げていただければいいかなと思いますね、はいまあ、このあたりを使ってやっていただければいいかなとつまり、まあ、この予備試験の問題、まあ、ほとんど事実使うという感じですねもうだから予備試験は 司法試験みたいにそんなに長くはないので、まあ、ほぼ事実は使っていくという感じになると思います。はい、で、設、えー、問3ですね、えー、次はこれ、まああの著作物、著作権侵害じゃないとしても不法行為性が認められるかという、もうこれもです、ねまあ、典型論点ではありますよね、はい、つまり著作権侵害がないとしても、一般不法行為が成立するかという、まあ百選を読んでいれば、あのまあ、これ、気付く論点ではありますね。はい ただ、まあ、論点的には知っているとしてもです、ね、書き方としてちょっと難しいというか、ね、その規範の立て方としてはなかなか難しいところはありますよね。百戦十五事件ではです、ね、あの必ずしも709条というのは法律上の具体的権利侵害であることを要せず法的保護に値する利益の侵害をもって足りる。まあ、ここまでは あの条文に書いてあるんで、709条に法律上保護される利益って書いてありますからね、まあ、ここまではいいとは思うんですが、そのじゃあ法律法、法的保護に値する利益をちょっと規範として立てないといけないかなとは思います。はい、で、まあ、阪神ではです、ねまあ、2つ挙げてますね、まずは労力をかけて情報を収集して、それを営業活動を行っていることで、もう1つはその営業活動と競合する地域において販売していること、この2つの要件を挙げてます。 はい、でこの2つの要件を満たした場合は、公正かつ自由な競争原理によって成り立つ取引社会において著しく不公正な手段を用いて、その利益を侵害しているというふうに言ってますね、はい。ですので、あとはもう当てはめていただければよくて、はいえー、これ、2つ事実を挙げられてるんですね、実はすっぽり入る事実を挙げられています。でまあ、1つ目は、えー、開発費用として3億円2か、2年間かけてますよと、多大なロークを重ねてますよ、まあ、これを1つ使うとで、営業活動を行ってますよね。 でもう一つは、Y データベースというのは、その A 権およびその近郊の地域、まあ、X データベースが販売されている A 権およびその近郊の地域で大々的に広告宣伝をして販売活動を開始していたという事実がありますので、これはもう競合していますよね。はい、ですので、ここを使っていただければ、不法行為になると思います。一般不法行為の要件を満たすということで、これは侵害になるかなと思う、侵害というかね、七0九条の不法行為。 責任を問われるとということになりますね、まあ、ですので、結論としては妥当であるという感じになると思います。はい、で、問い4ですね。え質問4。説問4は、これは、えー、特許法の論点ですね。はいえーまあ、つまりですね、X は P に、えー、これ独占的利用権を与えているということですね。まあ、これが完全独占的利用権なのかどうかというのはちょっと書いてないんですけどね。はい で、まあ、独占的に作成し販売すると、そうしたところ、P じゃなくて、Q ですね、Q が旧製品を無断で作成し販売していると、でまあ、これはあの X データベースの著作物性があって、X がその著作権を有するというのはまあ前提で、で侵害して、まあ、複製してますからね、まあ、これは侵害してると思うんですけども、P が Q に対して、損害賠償請求、差し止めと損害賠償請求を求めたと。 でこの場合、まあ、X は、ね、もちろん著作権者だから言えるんだけど、P が言えるかっていうまあ論点ですね。はいまあ、つまり P が固有の差し止め請求権および損害賠償請求権を有するか、この2つをまあ論じればいいというところですね。まあ、これはもう特許法のまあ判例百選やってれば、普通にわかる論点ではありますね。でまあ、あの特許法の方はですね、あの基本的には固有の差し止め請求権は認めないというのが通訴ではありますね、独占的通常実験においてね。 はい、だから、それを書いていただければいいかなと思っていて、あともう一つ、えー、まあ損害賠償請求権ですね、こちらはあの独占性が害されるというところで、えー、まあ損害賠償請求権は認めてもいいかなっていうところが、まあ、あの簡単な結論にはなりますね。はい、なので、特許法そのままの論点を書いても、ある程度、合格点はつくと思います。はい、なので、特許法の、えー、この固有の差し止め請求権。 あとは、孤犬の損害賠償請求権、そこの論点を単に書いてもらえればいいかなと思いますね。はい、でこれ、事実関係としてはそんないので、まあ、ここは事実をなんか当てはめるというのはないとは思いますけどね。はい、というところでした。で、まあ、まあ、加点というかです、ね、まあ、あるとすれば、著作権法との違いとかを、ね、言えば、加点されるかもしれないですけどね。はい、あの例えば、 その著作権法の場合あの専用実施権というのはないですよね、えー、だからどうするのかみたいな話を、まあ、出版権というのはありますけども専用実施権がないから、えー、ちょっとねいろいろまた考えるとかっていうのはあると思います、はいえー、まあ,あとは、えー、賃借権者の妨害排除請求権、まあ、民法にありますね、まあ、それと、えー、まあそれを持ち出して論じるということも、えー、まあ 議論されているところではあります著作権法の学会かなんかで、ね、そういうの議論はされているところなので、えー、まあそれを持ち出してやるというのも可能であると思います。はいえー、なので特許法とは異なる深い議論というのができた場合は仮点もありうるかなとは考えております。ただまあ特許法のそのまま論点を書いてもらっても、えー、まあ合格点はつくかなと思いますね。まあ、そこがまずまあ合格の まあ一歩というかね、まあ大、大部分の受験生はそれでもう合格というかね、えー、そこを書いてると思います。はい、という感じですね。はい、で以上がまああの解説になります。質問4のように、特許法の事案がハイブリッドで問われるという形もあると思います。逆に特許法の事案において著作権がハイブリッドで問われるというところもあると思うので、えーまあ、やっぱり2つね、ちゃんとやっておく必要はあるかなと思っております。ただまあ基本的には そんなに難しい問題ではない、えー、事実を拾って、ちゃんと丁寧に当てはめれば、えーまあ、それなりの点数はつくかなと思いますね。えー、ですので、知的財産法は非常に、まああのーまあ、守る、守る科目としては、まあ、お得というかね、あのそんなになんか失敗して、すごいひどい点数がつくかなっていう科目ではないとは思います。はい ではです、ねはいえー、ちょうど30分になりましたので、こちらで、はいえー、令和4年度の、ね、予備試験、論文式試験の分析会知的財産法を終わりたいと思います。はい、お疲れ様でした